ホ、J リーグ、神戸、J1 優勝目前も盛り上がってない模様。ヴィッセル神戸は今月12日に行われた明治安田生命 J1 リーグ第32節で浦和レッズに2対1と勝利。フォワード大迫勇也に決勝ゴールにより J1 初優勝へ近づいている。しかしガンバ大阪 OB の梶良氏は関西におけるヴィッセル神戸の関心度の低さを指摘。 J リーグはどこ優勝しても盛り上がってないでしょ。イニエスタがいないからだよ。イニエスタがいたら盛り上がってるよ。阪神と神戸が共に日本一とかやるやん。神戸 J リーグは声優とかと同じマニア向けすぎなんだよな。テレビでやってないもんそりゃ盛り上がらんわ。でもまあライジンくらいは盛り上がってんじゃね。ダゾーンで盛り上がってるからそれでいいんじゃないの。知らんけどマスゴミがゴリ押しするかどうかの違いだろな。